時は戦国末期、火の元すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。 心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戒場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。 親の次に大事なもの、お前の心に刻む。命を賭して守る。たとえ奪わず取り戻そうと。良いな、狼よ。 一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。 忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に稼いなどしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そう、薬水の瓢箪、これで傷を癒してくれ。は、そなたの体、その行為、堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴、一心様より。そう、まずは見つけたら、そうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、その音を頼りに。狼よ、そなたからも何かあるのか？いいえ。そうか。では、
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろう。あそこも見張りせよと。なん、戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。真島源一郎。マイはっ。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
それは。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、その目、さしずめ、忍に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。
おお、せがれよ、若様を見なかった。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ、この守り鈴を。
備の旦那だ。あの世とは何だ。え、旦那覚えてねえんですか。はあ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから、そこで旦那あっしにチートばかし、それを元手に旦那にもきっと役立つ。それからおまけにあの世のこと、どうです、悪い話じゃ。銭だ。旦那ありがてえ。話してくれ。ああもちろんでさ。あの夜あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家、ちんけな野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ、旦那。お代さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかも。ぜひ、情報を買ってください。ああ、いただいた銭を元で、旦那。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を襲われる、そういうお達しだ。お達しね、変わっちまったな、芦名の戦も。
まことに息を吹き返したのですね。流陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。うん、信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。瓢箪の種とこれか。はい、それをこちらに。種を瓢箪に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。瓢箪の種を見つけたならば、ま、薬水のかさ増しをしましょう。おや、何やらちりん。ああ、この鈴だ。仏に備えろと渡さる。うん、あなたに言うならば、仏のことならば、あの人。なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたようにとっておきな。これは忍びの技じゃ。さ、うん、まあどうするかはお前、戦う術など忍びだけでもあるまいって。手に入れた。任具か。ああ、忍び義手は牙じゃと。任具を仕込むことでその牙は固き盾ならば打ち砕き、仕込んだ任具が増えるだけ殺す愛。そういうこと。随分と。いつどれか。ああ、そこにある優しい顔の仏さ、そいつには妙。